の YouTube。 さて今日も参りましょう、エクストリーム音楽ザード編負けないということでですね、皆さんこんにちは。ぜひともね、まずね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いしますということで、なぜ今日ザードなのかということなんですけど、このね、この YouTube チャンネルで2021年に入ってね、このホワイトボードを使って皆さんに対してね、このスマホで見てくださっている皆さんに対して授業をするということをね、チャレンジしてるんですけども、その中でね、たくさんの、本、例えばその、最近読んだおすすめの本の要約であったりね、偉人の偉人伝、例えばそのアインシュタインってどういう人物ですかとかね、アマゾン創業者、ジェフ・ベゾスはどんな人物なのかとか、そんなことを授業するのと同時に、僕の好きな漫画とかアニメとかもプレゼンしてたんですよ。例えば、名探偵コナンとか、ポケモンとかやってたんですけど、その名探偵コナンの曲をプレゼンしてたりしているときに、じゃあ次、僕の他の好きな歌手の、お気に入りの音楽をプレゼンしようかなと、ちょっとね、思いましてね、僕の好きな歌手。ザードのね、もう特にお気に入りの曲10曲を、これだけじゃないんですよ。ザードっていうのは、ね、名曲揃いで他にもたくさんあるんですけどね。まずは、さすがに一気に20もできないので、今回はね、ちょっと10曲なんですけどね、ちょっとまた次回、他の曲もね、ぜひやりたいなと思いますので、ぜひともね、コメントしていただけたらなと思います。じゃあ、ザードなんですけど、今は2021年の1月なわけですよ。この時期になるとね、もうすぐ大学入試共通テストだとね、今年からセンター試験っていうのが廃止されて、代わりに共通テストっていう名前に変わって、結構制度も変わったみたいなんですけども、受験期ね、ほんとザード聞いてたなと。頭おかしいんじゃないかっていうぐらいに、イヤホンして、なんかもうずっと聞いてたんですよね。ずっとじゃないけど、結構聞いてたんですよ、心折れそうな時に。で、それで、もうこの1月とか冬の季節になると、もうこの曲がもう鮮明に思い出されて、もう涙が止まらないっていう状態に陥りましてね、ちょっとぜひともね、紹介させていただきたいので、共感していただいた方、もうぜひともね、高評価とか、コメントとか、チャンネル登録、ぜひともお願いします。まず1曲目なんですけど、来ました。もうザードといえばこの曲負けないと。要はその24時間テレビのそのマラソン大会あるじゃないですか。100キロマラソン。負けないでもう少しみたいな。それがね、受験期の時とかも結構マッチしてたと。だからぜひともね、受験生の皆さん、この負けないでっていう曲をね、受験期、心折れそうになった時には聴いてみてはいかがでしょうか。それだけじゃなくてね、他にもね、この曲はね、もう本当にもう名曲、ザードの代名詞と言ってもいい曲なんじゃないかなと。24時間テレビの、もうその主題歌と言ってもいいのが負けないでということでですね、ぜひともね、これまず聴いてみてはいかがでしょうか。おすすめです。そして次がですね、これ、Get Your Dream っていう曲で、これ僕めっちゃ好きなんですよ。たとえ遠く離れてても I feel a feeling 君の声が通り過ぎてこの曲をこの時期に聴くとね、その受験期のことを思い出して涙が止まらないということになりまして、これ本当にちょっと皆さん聴いていただきたいなと思います。 Get your dream ということです。はい、次 My friend。あなたを思うだけで心は強くなれる。ずっと見つめてるから探し続けてたたたっていう感じの歌で、これもね、本当にザードの中では名曲なんじゃないかなと思います。そして次がですね、運命のルーレットを回してということで、これもね、名探偵コナンの主題歌、そのコナンの主題歌をザードもね、何曲も作ってるんですけど、その中でも確か一番古い曲だったんじゃないかなということで、運命のルーレット回して旅立つ気で続くミステリー、ほら運命の人はそこにいる、ずっと君を見ていたっていうね、もう名曲なんでね、これまだ聴いてないっていう方も、ぜひとも聴いていただきたいって1曲となっております。そして5曲目、これね、知ってる人いないかもしれないんですけど、これ僕、自分の iPod の中にね、何度も再生されているうちに頭の中から離れなくなって、もう名曲なんですよ。もうなんか、恋してんのかみたいな曲になってるんですけど、もっと近くで君の横顔を見てみたいと。もっと近くで君の横顔を見ていたい、月を浮かべて夜を語り明かそうよという歌がありまして、これもね、僕ドライブするときにね、その友達とよく
流して聴いてたら、僕の隣の友達がこの歌を常に口ずさむようになりだしたと、好きになりだしたと、それぐらいいい曲なんで、ぜひともね、聴いていただきたいなと思います。そして6曲目、爽やかな君の気持ちということで、爽やかな君の気持ちに気づいて、時には泣いてあげたら、たたたたたたっていう感じの歌で、これもね、ほんと名曲なんで、ぜひとも聴いてみてはいかがでしょうか。そして次がですね、Promise to You。 愛がいつか恋に変わる、うんうんうん、アップ、うんうん、っていう感じの歌で、これもね、本当に名曲で、ちょっとぜひとも聴いてもらいたいと思います。そして第8曲目、眠れない夜を抱いてと、眠れない夜を抱いて、耐えちれた時を思うの、まだ少女の頃のあどけない笑顔に戻って、っていう感じの歌で、これもね、名曲なんで、もうぜひともね、聴いていただきたいなと思います。そして次がですね、星の輝きを。星の輝きよ、ずっと僕らを照らして、忘れたくない少年の日の夢よっていう感じで、これもね、本当にいい曲で、ぜひともね、皆さん聴いていただきたいなと思います。そして最後ね、最後10番目がね、心を開いてと、チャラタタタン、チャラタラタラタタ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 まあ、これ10曲なんですけど、本当にこの10曲っていうのは、僕がね、そのこの1月とか冬に聴くと、もう受験の頃とか思い出して泣きそうになるぐらいの曲でしてね、もう本当にこの10曲に関してはもう今も聴いてるぐらいのレベルで、ぜひとも皆さん、あのこの曲聴いていただきたいと思います。そしてね、ザード好きな方も何かあればコメントとかしてもらえたらなと思います。まあ、ちなみにこれ10曲なんですけど、ザードって他にもたくさん曲がありましてね、まあ、そちらについてはね、また今度後日紹介したいなと思いますので、ね、ぜひともね、見ていただけたらなと思います。あとね、もう何かコメントしていただける方がいると、もうじゃんじゃん待ってるので、ぜひともお願いしますということで、あとね、高評価とチャンネル登録、ぜひともね、お願いしますということで、じゃあね。